DWS の鈴木です。今回はアイゾトープから新たにリリースされたボイスエンハンスメントアシスタントビアをご紹介してみたいと思います。このビアはどんな音声素材であっても簡単な操作だけでプロフェッショナルなサウンドにしてくれるよと、コンテンツクリエイターのための AI オーディオエンハンサーなんていうふうにメーカーに説明されていますけれども、実際どんなことができるのか早速試してみたいと思います。声ということでいろいろな使い方があるかと思うんですけれども、まずはおそらく本来このビアが想定しているあろうナレーションのようなボイス素材に対して使ってみたいと思います。毎週配信しているポッドキャスト、ダウトークっていうポッドキャストがあるんですけれども、それの素材がありますので、ここに対してビアかけてみたいと思います。まずは通常通りオーディオトラックにプラグインをインサートします。そうしますとプレイオーディオトゥゲットスターテッドという文字が表示されてきますので、ここでプロジェクトを再生していきます。そうすると今リスニングというオーディオというふうになって音声が検出されているという状態になります。 DTM レッスンから動画レッスンなどで AI が使ってオーディオデータが分析されていたよと。で、分析が終わりますとこのように画面が表示されて、実はもう処理ができている状態になっています。では実際に処理された結果聞き比べてみたいと思います。まずバイパス状態。この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。はい、みたいな形で一気にこう音量感が増してるっていうだけではなくて、明瞭感が増して全体的に聞きやすくなってるのがお分かりいただけるのかなと思います。で、このまま使ってもいいですし、さらにもうちょっとサウンドを追い込むということもできてきます。それがこの画面にある3つのつまみで、左側のクリーンでは声の後ろに乗ってしまっているバックグラウンドノイズ、雑音であったり機械音に加えて声に入ったノイズというのも低減することができます。アイゾトープのオーディオリペア RX の技術が使われているということなんですけれども、このボイスをソロで聞いていただきますと、 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。というわけで、はい、タウトークなんていう感じで常にノイズが乗っているのがお分かりいただけるかなと思います。ここにクリーンをかけていきましょう。サポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。というわけで、はい、この辺まで来るとかなりクリーンなサウンドになりました。今回はですね、もちろんこれもっと上げていってしまうとクリーンにはなるんですけれども、オンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画セッティングによっては声のツヤみたいなものも持ってかれてしまいますので、この辺は音聞きながらどれくらいかけたいのかというのを決めていく感じなのかなと思います。そして真ん中がシェイプ、こちらはトーンのコントロールを行うためのパラメーターで、言うなればイコライザーですね。こちらもじゃあ回していってみます。 DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしております。はい、なんていう形でですね、単純にこう広域だけが持ち上がって明瞭感を作っているわけではなくて、トータルで音色を作っていくという感じのかかり方なのかなと思います。で、今回の素材の場合ですと持ち上げていくと、というわけですごいドンシャリなサウンドになりますけれども、はい、こちらも音聞きながらつまみ調整していただければ今一発で調整できるのかなという感じです。そして3つ目のブースト、こちらでは音量感をコントロールすることができます。リミッターマキシマイザー的な効果だけではなくてコンプレッサー的な挙動も含まれているのかなという感じのかかり方ですね。じゃあこちらも聞いてみましょう。 DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。はい、という感じになってますね。ブースト 100% で最大にかけた状態でもでもピーク切ることはないので、アウトシーリングでマイナス 1dBFS ぐらいなセッティングなのかなと思います。またこの画面の真ん中の今デフォルトと書かれている部分、こちらではシェイプのターゲットを決めていくわけなんですけれども、同じアイゾトープのオーディオレンズと併用することもできるようです。ではここでですね、実際に私の声と堀田先生の声を見込んでみましたので、オンオフでどれぐらいサウンドが変わるのかちょっと聞き比べてみてください。ではまずバイパスからですと思いますね、個人的には。マイクと場所の方が変わるじゃないですか。まあそれはそうだ、うん、音変わる順でやった方がいいよなって、そこに味付けするのが HA だと思っているところはやっぱりある、はい、思い
はい、続いてオンにした状態です。思いますね、個人的には。おマイクと場所の方が変わるじゃないですか、音。まあ、それはそうだ。うん、音変わる順でやった方がいいよなって、そこに味付けするのが HA だと思っているところはやっぱりあるですね。はい、みたいな形でですね、全体的にこう洗練された感が出るなという印象ですね。でセッティングによってはもうちょっとこのクリーンのバックグラウンドノイズが気になるななんていう時には調整してあげてもいいのかなっていう感じなんですけれども、非常に楽ですね。時短につながると思います。ちなみに普段どういう処理をしていたかと言いますと、まず RX10 のスペクトラルデノイズを使ってこういうノイズをラーニングさせてカットして、そこにマウスでクリックでこう口から出るノイズですね、これをカットし、場合によって EQ かけてコンプで整えるよみたいなことをしていつも音作ってたんですけれども、ちょっと AB 比較してみましょうか。まずは先ほどご紹介した個別にエフェクトをかけた場合。この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。続いて VIA を使って AI にラーニングさせた結果、これを聞いてみたいと思います。この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。かなり実用的に使える印象です。というか非常に楽なので、今後 DAW トークもそうなんですけれども、今喋ってるこの動画の収録の音声、っていうのもこれビア一発でいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるぐらいなところではございます。ここまでできるともう一つ、ライブ配信とかストリームで使いたいよねというニーズも当然あるかと思いますので、ちょっと試してみたいと思います。今喋っているマイクチャンネル、ここに対してビアを入れてみたいと思います。はい、そうしますとこんな感じ。だいたいですね、レイテンシーとしては今プロジェクト、これ 48kHz のプロジェクトなんですけれども、5407サンプルでおよそ 0.1 秒のレイテンシーが出ています。なのでちょっとモニターしようと思うと気持ち悪いかもですけれども、配信だけにかけるというのであればそこまで気にはならないかもしれませんね。一個の選択肢としてはありかもしれませんね。ボイス全般的に使えるよということなので、多くの方がボイスコンテンツだけではなくて音楽コンテンツ、つまりボーカルに使ったらどうなんだろうと当然気になると思いますので、ちょっと実験してみたいと思います。ちょっとボーカルラーニングさせてみましょう。はい、検出できました。ビアの全体にメロダインは入ってるんですけれども、エフェクト系は何もインサートされていない状態になっております。ではこの結果聞き比べてみたいと思います。ちょっと差が分かりやすくするためにボーカルの音量を少し大きめに出してみます。はい、些細なことでつまずいてるんだけど、見下ろせば手には自由なことばかりね。はい、些細なことでつまずいてるんだけど、見下ろせば手には自由なことばかりね。はい、些細なことでつまずいてるんだけど、見下ろせば手には自由なことばかりね。はい、些細なことでつまずいてるんだけど、見下ろせば手には自由なことばかり。はい、みたいな形になりました。結構このターゲットによっても劇的にサウンドが変化するっていうのがお分かりいただけるのかなとは思うんですけれども、あとはこれをどう取るかですね。実質的に2つのパラメーターしかありませんので、ここでこういう音にしたいっていう風なのを明確にある場合には、ちょっとこれだけで追い込むのは難しいかなっていうのはやっぱり正直なところではあるんですが、逆に返してしまうと、もう EQ とかコンプとかよくわかんないよとか、そういう場合には一回試してみるのは悪くないなというのが個人的な感想だったりします。お値段もかなりお手頃なので比較的気軽に試しやすいかと思いますし、気になった方はぜひ一度デモ版インストールしてみてください。製品の詳細や概要、購入先のリンクについてはこの動画の概要欄に記載しておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。個人的には自分たちのポッドキャストや動画のボイスの処理にビアをおそらく使っていくことになると思います。
このチャンネルでは今後もこういったオーディオエフェクトであったり DAW、DTM 音楽制作に関するさまざまなテーマの動画定期的に更新していきますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価もお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。